RPG が好きな一人が来場しました。いらっしゃいませ。ケソです。ドラクエ5続きをねやっていきたいと思います。7回目ですね。前回はねこのサラボナの町に来てすぐ終わったので、この町の聞き込みっていうか調査ですね。サラボナ、ここに伝説の盾があるっていう話があって探しに来てます。なんでもこの町一番の格好がに持ちルドマンさんが一人娘の結婚相手を募集するそうです。条件は厳しいようですが、結婚が決まったら家宝の盾もくれる。盾、あれだ天空の盾。そこの立派なお屋敷。なるほど。ルドマンさんもやっと娘を嫁にやるってなったみたい。娘さんはフローラといって、まるで白いバラのように清純な娘。これまで何人も男たちがプロセスを経たけど、父親のルドマンさんが絶対に相手にさせなかった。誰もいないじゃないか。大奥屋。三河氏の服。ルドマンの別荘、同じ町に別荘がある。賢さのため、何を渡すかな。魔法の聖水。この屋敷か、確かにでかいな。ここはルドマン様の屋敷。あなたもフローラ様、ジョー様も結婚お望みですか。
や別に。ではもう一回お聞きください。マジか。じゃあはいにしとこう。お待ちください。いや、あなたもちょうど良い時にこの町を訪れましたね。でも黒浦さんと財産は私がいただきます。僕はアンディ、彼女とは幼なじみ。僕はお金も宝も欲しくありませんが、彼女の名が妻になってくる。お待たせいたしました。どうぞお帰りください。皆さんようこそ。私がこの家の主人のルドマン。さて、本日こうして集まってもらったのは、娘のフロラの結婚相手と決めた。しかし、ただの男に可愛いフロラを娘に、嫁にやろうとは思わんのだ。そこで条件を聞いてほしい。古い言い伝えによると、この大陸のどこかに二つの不思議な指輪があるらしいのだ。炎のリング、水のリング、と言われ、言える。身につけたものに幸福をもたらす。もしもこの二つのリングを手に入れ、娘との結婚指輪にできるなら、できたなら喜んで結婚を認めよう。我が家の婿にはその証として家宝の盾を授ける。では、待ってください。あ、フロラか。でも夫となる人だけは自分で決めたい。それに皆さん、炎のリングは溶岩の流れる危険な洞窟であると聞いたこともあります。どうかお願いです。私などのためにあおねることをしないでください。あら、あなたはさっきの。それじゃああなたも私の結婚相手に。まあなんだ、俺は知り合いだろうか。二つのリングを。なるほど。とりあえずそれを取りに行かないといけないのか。鍵がかかっている。こんにちは。なんだ、またいたのか。噂によるとホドドリングは東南の洞窟に眠っている。東南のね。私の父は昔から強引なんです。あなたも危ないことをしないでくださいね。二つのリングなんてなくなって私。はい、一郎さんがギフト、うさぎもどぎカプセル20ポイント送りました。はい、はい、一郎さんギフトありがとうございます。金の髪飾り、これ誰かつけれるのかな。装備できないやんけ。参ったな。わあ、調べれる。違う、調べれない。東南の洞窟って言ってたな。じゃあそこに行くしかないな。
弱い。あんたもフローラと結婚したいんだってね。だけどフローラのことは諦めてやってくれないかね。アンディは小さい頃からあの子のことも好きだったんだよ。女房は愛ってるの結婚ばかり神様の巡り合わせ。小さなメダル、よし。噂だと炎のリングは南東の洞窟だよな。眠っている。これは聞いた。もう一つはどこだ、分からんな。お酒は大人になってから。よし、じゃあ行くか。南東行ったよな。南東っちゅうことはこっちか。この塔は何だ。ここは見晴らしの塔。魔物たちが襲ってきたらすぐ分かるようにと、ルドマンさんが建てたのだ。なるほど。そういうことか。後のイベだね。後のイベ。なるほど。5個目さんの、こんばんは。南東って言ったよな、あれ？一人しかいねえじゃん。ちょっと待って。味方はどうした？町はいると人だけになるしよ。あ、そうなんだ。はい、高橋さんどうも。やばい、死んじゃう死んじゃう。町入るとソロになっちゃうんだ。それは気をつけなきゃ。びっくりした。この方法を使ってダメ床を一人で歩くという作戦もある。あー、なるほど。これが地味に面倒くさいそうですね、ちょっと気をつけなきゃ。忘れちゃったら急にソロになっちゃうっていう。めんどくさいかも。いっぺんに減ったな。じゃあ並び替えだよな。並び替えでピエール主人公。そうだよ。今日で某球団の情報をシャットアウトすることにしました。え、某球団のどこですかね、それ。中日なんかあったんすかね。全然わかんないけど。あ、キメラだ。懐かしいな。ちょっとモンスターが強くなってる。おい、バシルーナ、どいな。弱いんだ今年。全然ダメなんだ最近プロ野球全然疎いからな。誰が監督とかもあんまりよく分かってないくらいだから。
何が起きてるかも全然追ってないわ。シューティングが好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃいませ。地下で行けるのかな。あれ、行けねえ。入り口はどこだ。ケソさんが監督の方が勝てそう。何、そんなにひどいの。今中日監督って誰、全然わからんな。元選手の人か、全然わからん。津波か、新庄監督ぐらいしか知らんの。あとロッテの黒木か。あれ、黒木さんも辞めたんだっけ。監督、ヤクザだよ。ヤクザ。そうなんか。自分昔は中日ファンでしたけどね、ちっちゃい子供の頃。夜になっちゃった。ここだな。ここに炎のリングが。お、誰か、あ、もうお嫁、お婿候補がもう探しに来て。互い頑張りましょう。適当に行くしかない。魔法の使い。はい、ダビクサ、いらっしゃいませ。なんか毎回言ってられますね、それは。フローラって今出てきましたけど、結婚相手に認めるから取ってこいみたいな仕事を言われて。盾が欲しいですね。スライムライトですよね。TA の一番防御力高いんで。なんかそうみたいですね。かなり強いらしい。他のは全然知らないけど。なんかスライムは微妙だってなんか誰か言ってましたね。気合溜め。ここはピエールのイオで。ああ、そうですか。へえ。そうなんだ。どんどん可愛くなってくる。次仲間にするとすりゃ、戦闘メンバーにするとすれば何がいいんですかね。ホイミ系がいいんですかね。回復薬っていうか、ホイミスライムみたいなの欲しい。回復薬が。魔法使いも一応仲間にしましたけどね。あ、キメラがいいんだ。へえ。さっきキメラ出たけど、なんか仲間になるやつとならないやつがいるって話で。メラミは強い。やめて。キメラベホイミを超える。そうなんだ。キメラって炎も吐きますよね。ブレスっていうかね。吐かないのかな。今度キメラ出たら魔物の餌を撒いてみようか。もう仲間になるモンスター忘れちゃった。なるほど。ちょっと全然ね、攻略サイトとか見てないんで。
当にやってる。あのリスナーさん頼みでやります、やってます。あ、いけないな、ここ行くためには。ああ、グレイとドラゴンとか仲間になったような、あ、キメラだ。よし、こいつを仲間にしたい。道具いますね。なんか何匹か、ここにあぶれたやつ。今の段階でホイミスライムをさまよう鎧に呼ばせるぐらいしか。ああ、ちょっとこいつに魔物のやつは一回巻くわ。強いかも。餌にかじりついている。ここは一回じゃクリアできない洞窟かな。あ、戻る宝石。へえ、そうなんだ。横意味うっざいな。2つもらえたなので、賢さをドーピングするとすごいけど。あー、なんか確か20以上で操れるってなんか聞いたんですけど、20以上にもならないんだ。戻る宝石はそんなにアホなんだ。賢さたの種をとかでドーピングするしかないんだ。どう、こんな強いんだ。戻る宝石をなんか回復しますよね、ベホイミかなんかで。タパに。そもそも仲間になる確率が低いって聞いたんで、運任せなのかな。結構マコケソゴット。はい、師匠さんこんばんは。ゴッドではございません。ただ下手の横好きです。結婚なんですか。踊る宝石は仲間になりにくいかったはず。あ、そうなんですか。いや、っていうか、あの、俺フローラとは結婚したくないんですけど。そういう意見があるので。デビル優先的にやった方がいいな。結局そうなるよね。箱絵がビアンカだから選ぶ人が少なかった。あ、そうなんだ。いいですよ、どっちでもいいってことですか。やっぱ幼馴染にはみんな選んじゃいますよね。少数派なんだ、フローラを選ぶのは。こう言われるとフローラでもいいような気がしてきたな。ぶっちゃけどっちでもいいんですけど。あ、こいつ初めて見た。ヘビコウモリ。世界を救う目的からするとフローラになるは
人が多いってことだね。ああそうなんだ。わからん、フローラーとか目的とか全然わからんしな。物語の流れ的にそうなるみたいな。今フローラーって初めて見たからね、聞いたからね。エースバーンはデボラがいる。デボラ、あ、新たなキャラ。あ、やべえ、爆弾やって、やべえ、あ、踊る宝石だ。もうさ、爆弾、いや、踊る宝石って回復してくるよな。よし。爆弾弾ここ、そう。いきなりメガンテ、ひどすぎない？なになに、どういうこと？あ、メガンテで死んだけど、全員討ち死じゃないみたいな。やべ、これ。あー、リリムと使える人いるか、これ。メガンテコンでは使っちゃったよ。話しさんがリット、ウサギもドギカクセル。使っちゃった？送りました。腕輪が発動したので、あー、腕輪がないと全滅だったんだ。なるほど。腕輪のおかげで全滅せずに済んだみたいな。確かリリムともう一人、あ、いた、いた。スラリン頼む。よかった。けど、こっから戻れる？このメンバーで。全滅はしない。腕輪でメガンテ発動しただけ。あー。やっと、どうしようかな。ちょっと、メンバー的にこの、強さ一番マシなやつで、キメラ、あ、キメラとだあったかな、あったあった、一個あるわ、やっちゃいちゃいちゃ、キメラとさ一個持っといてよかったな。ニトロなんかもいればこの洞窟では活躍する。ニトロ、ニトロって何ですか？あれ、生き返り自動なんだ。教会に行かなくていいんだ。ニトロは爆弾ベビー。爆弾ベビー、爆弾ベビーを仲間にして、外出なきゃいけない。めんどくさい。お、死んでるし。え、じゃあ爆弾はやべえな。初手からメガンテ撃ってきたよね。マイレバってだけだから、いなきゃ取りに行くほどのモンスじゃないね。メガンテとかやばすぎやな。違う違う、まあいいや。主人公は無料で生き返らせられる。じゃあ今ちょっと運が悪かったって感じなのかな。いきなり食らったよね。確かに2発ほどあのダメージ与えてたから瀕死だったかもしれない。ついでだから夜の街をちょっと探索しよう。
鬼来る途中の山奥で突然モンスターに囲まれて足をやられちまってな。幸い近くの村の女の子が取り掛かって手当てをしてくれたんで助かったが、一人で山を歩き回るとは大した女の子だ。誰だ。ちょっと待って、私の妻は私が旅をしている間に怪物の育ち死んだのです。こんなことの危険点も一緒に旅をしていればよかった。あれ調べてなかったか。マジか。鉄の盾、マジックシールドで弱いね。じゃあ売るか。ということはここも調べてない。私はもうフローラさんを諦めました。アンディは本気で頑張るつもり。あ、ここはやっぱりアンディさんが幼なじみだというし。飲み干した子供。あ、そっか、もう成人してんだ。そういう属性もあるんだ。っていうことはインパスかなんかで調べた方がいいの。鉄の盾は盾らしい。これを装備していると炎と吹雪のダメージ。あ、なるほど、こういうことか。ちなみに炎のダメージを減らす。炎だけ、炎だけか。あれ、炎だけじゃない、なんか言ったよな。炎と吹雪、吹雪も減らせる。これは装備すべきだな。多少弱くても装備しよう。ちょっと弱くなるけど、これは装備すべき。これって控えのモンスターを育てた方がいいのかな。それとも戦いに行くメンバー3人だけ育てればいいって感じだろうかな。あ、チキンさんだもん。お疲れ様です。こんばんは。メインの3人だけ育てればいいってなら楽なんですけど、入れ替え想定して育てるとなるとかなり手間が。マッサージしたのか。いいパーティー、いいパーティーっすか。スライムナイトね、仲間にできたんで、もう一軍です。完全にめちゃめちゃ強い。防御力も高い。あとこのなんだ、キラーパンサーだっけ。付き合いの長いポロンゴ。スースー、あ、入れないねこれ。ダメか。じゃあまたあそこの洞窟に行くだな。一回止まって。
姫野の翼買っとかなきゃだな。メガンテの腕輪がなくなったのか。じゃあメガンテで搭載されて、あ、姫の翼あるわ。メガンテのではなくなりましたね。パパスの剣っていらないのか。装備できるけどそんな強くないなあ。いろいろ属性があるっていうから調べたらいろいろあるかもしれない。あ、ただの武器か。しかも出ない。行くぞ。え、ベロゴン知らんな。爆弾やめたら逃げた方がいいな。あいつなんか不気味に笑っているとかっていうだけだから、下手に攻撃するより逃げた方がいいな。爆弾は押しよう。広告貢献につき108さんが 100TT にご報告しました。おやすみなさい。はい、あ、広告ありがとうございます。おやすみなさい。あ、おやすみですかありがとうございました。あれ SE がならないな。ちょっと立ち直り直してみるか。たまに SE が鳴らないときある。こっちは何だ。行き止まりだ。決めろ。ホースデビルはやばい。ベラミを撃ってくる。ビギラマ。行き止まりか。でもなんかあるかも。行き止まり。なんもないね。行
き止まりだからってね、いきなり小さなメダルとかある可能性があるから一応調べたくなる。こっちじゃない。ああメラミだよ。メラミ痛えな。気合いため。まあ強くないよってね。姫の翼。うん、どっちだ？上だ。あ、行き止まり。だけど一応行き止まり調べたい。こいつは仲間を呼ばなきゃどうってことない。うわ、あいつ呼ぶの？こんなでかいの呼ぶんだ。痛い。ここはレベル上げるところかな。洗い袋。バフトン。こういうスライム。前回のすげえと。こっち行って、こっち行って、適当だ。あ、なんか宝箱。爆弾用は逃げたいよね。かかりたくない。
そっちやるんじゃない。逃げよう。爆弾はかかりたくない。精通もあるからな。天使の鈴？ああ、目覚ますやつか。低いんだよな、勇者は。勇者じゃないけど、主人公は。こう言ったらガッパコッパコか。やっぱな。ですよね。きつそうだな、これは。
うわ、死にそうやんけ。宝があるわ、そこに。マジか、あ、ここ行くしかないやんけ、じゃあ。あ、マジか。トラマナとかないよな、まだ。もうそのトラマナで防げるとは思えんけど。ここ行くしかねえじゃん、じゃあ。ベホマスライム、ふざけんな。ダメ、そんなに受けたくなきゃ一人だけ出すって手もあるね。一人だけ出す。ソロでやるみたいな。それはそれでやばいような気もしますけど、大丈夫なんですかね。そんで演歌したらさっきみたいに出せばいい。ああ、演歌したら出す。あ、溶岩、あ、溶岩の歩くときか。そういうテクがあるのか。細かいテクだな。ピエール。ん？ダメダメ。終わり。これでいいのか。いくつ減る？1だけ？ 1 減るのか。にゃあいいか。大して減らねえな。もっと10ぐらい減るのかと思った。1500ゴールドか。まあ嬉しいっちゃ嬉しいけど。なるほど、ありがとうございます。こっちは行かなくていいから、問題はここだよね。ここ行ってみようかな。
仲間ばっかり呼びやがって。お、ベホマ。すごい。ドラキ。マコトラ。ここの真ん中がどうなってんのか気になるね。それしかないのか。お、宝だ。メタルハンター、強そうだ。これは強そうだ。誰か使わなかったかな。このやつね、マヌーサが良さそうだな。マヌーサ使えないな。守れてたね。爆弾は一気に一気に止めないと危ないね。1ターンで。レトロゲームが好きな一人が来場しました。いらっしゃいませ。あの下に何かあるのか気になるな。見えないな、ここからじゃ。これしかないよな。ああ、階段があるよ。これしかないやろ。ザーメンコーフさん、いやいや、ここからでございます。あれ、SE がならないな。ああ、聞こえてないだけかな。そんなことないな。さんが2500PT
告しました。はい、ご報告ありがとうございます。あー、これまた引っ込めなきゃいけないの。これしないと回復しないってやつか。では回復したかな。回復したな。じゃあここでずっとレベル上げできる。ひょっとして怪しい場所。やった。あれ？なんか出た。そっか、ただでは手に入らんか。溶岩原人。しかもバラバラだ全部。何？イオカか。スラがメダパに覚えてたら聞いたりするんだけどね。メダパに、ああこいつですか。あ、今ね、なんか炎の指輪かな、取ろうとしたらこいつが出ましたね。今ボスかな。気合いため、効かねえな。やばい、ドローンが炎の効きすぎる。バーハとかまだねえしな。全員攻撃だ。うわ、死なねえ。これはまずいぞ。ボロンが死ぬ。ベホマ、いやーケゾさんもやばいな。これやるしかないな。これまだ死なねえ。体力どんだけあんだよ。マジか。まだ死なない。いっぱい体力ありすぎだろう。やだなーこれ。ピエールはあんまり炎食らわないから。これでやるしかないな。やっとやだ。
これはやばい。なんとかいけるか。早めに手当てした方がいいな。最初が一番きつかったですね。あと調べてないところがあるかもしれないので、ピエールもベコが覚えてるな。本当にもうスライムナイトもマジ勇者だ。攻撃回復何でもできる。もうちょっと調べてから戻ろうか。ですね、これね。この奥に回復ポイントもあるから回復したいから一人で突入だ。これか。ここは宝箱だったからな。ここは何だっけな。宝だったかな。だっけ。ああ、行き止まりか。
とも一人で歩いてる時になんか先制攻撃されたらやばそうな気がしますね。気になるな、どっから行くんだあれ。ちょっとわからんな。気になる気になる。そこから降りるためには地じゃなくて踊る宝石の大群だ。金じゃ金じゃ金をよこせ。不思議な踊り、やばい。メタパに使う、やばい。奪われた。仲間来い。来ない。めちゃめちゃ金取る。ここから降りるんだな。マジか。メタパに嫌だな。やべ、いや大丈夫。あ、いててて。しゅ。これ取ったらリリミットするわ。だからいいか。魔封じの杖。これは、ちょっとインパスしよう。何してんの？目の前に宝箱あるから、宝箱が、手の出てしまった。武器らしい。道具として使う特別なマコトンかな。クックルドラキチ周り、ああ装備できないね。
ここに預かり合ってないよな。マジックシールドいらない。雪やか。あ、ハジャの剣だ。ハーデの牙はもうつけてる。ハジャの剣か。全体して上がんねえな。でも道具として使うと、確か、ドラクエ4だったらなんだっけな。イオかなんかだったっけ。いらんちゃいらんか。一応、買うか。スネークソード。まあいいや。よし、じゃあ、お屋敷、あ、もう一個指輪、どこ、もう一個いるんだな、指輪。炎の指輪、なんだっけな。なんと炎のリングを手に入れたと申すか。しかし、炎のリングなどもっとないようだが、あれあれ、わかった、誰かも頼むよ。あ、そういうことか。誰持ってんの？あ、ピエロか。うん、よくやった。では、炎のリング私が使っておこう。残りは水のリングだが、水のリングというからには水に囲まれた場所にあるのかもしれんな。よし、町の外に私の船を止めておくから自由に使うがいい。マジか。ここで船を手に入れた。男性もするか。その囲まれた場所？いきなり言われちゃったね。船だ。あ、こっち柱渡れない。ああ、もう動かしにくいんだよ。
すぐ上陸しちゃう。グループか。なるほど。ギラかな。どこだ？水の洞窟。なんかある。ん？水分はびくともしねえ。無用のもの、水分を開けるべからす。用のあるものは山奥の村もある。ここが山奥の。ここは名もない山奥の村けど温泉が湧いてるから旅人は結構やってくる。なるほど。川を登ってきたのですが、しかし水門があるので先に休めなかったでしょう。村の人に言えば水門を開けてくれると思います。オラの息子は神父になりてえなんて言ってよ。家に閉じこもって一体何してんだべか。僕は神父になるための修行中なんです。生きとし生けることはみんな神の子。あれ？ここで教会なんだ。修行中なのに。戦士か。そうだね。ブラウンよりブラウンの方が、でもブラウンって素早さ低そうだからな。最近どこかの教団が光の国を作るためと言って寄付金を集めてきました。20ポイント送りました。はい、奈良さん、ありがとうございます。薬草いらねえ。皆さんさようなら。私は教団に入ってひくらねの国に行くでしょう。
あ、小さな目だ。メダルをどこにいるんだ。村の奥に住むダンカンさんの娘のビアンカちゃんは本当、あ、ビアンカいるんだ。ダンカンさんの体が弱いからといえ、女の人はその村だとね。あれ、どうやってあの村、ここに来たんだ。猫。どうやらお祈りをしていて気づかないようだ。マジか。あれ、温泉ってどうやって、あ、宿屋から行けるのか。あなたはエッチな気持ちで温泉に、いや、そんなことないですよ。いや、エッチ。ほほほ、あんたもピチピチギャルを見に来たね。しかしあまり上手っていうか、せっかくのギャルが逃げ、お前は神仙人か。いや、エッチってか。どちら様でどこかでお会いしたことがありましたっけ。え、なんだってパパスの息子。村を取れて生きとったのか。いや、大きくなったな。あの頃はまだほんの子供で、ビアンカとよく遊んでたっけ。で、父さんはパパスも元気なのかい。それが、なんとそうか、パパさん。随分ケロしたの。たった一人よく頑張ったな。うちでも母さんが亡くなってね、あんなに丈夫だったのに分からないもんだよ。そういえば来る途中でビアンカを見なかったかい。ああ、気づかなかった少女か。あ、来た。親の友達のケトさんが生きていたんだよ。ああ、やっぱり無事だったので。それにボロンゴも大きくなったね、ボロンゴ。サンタローズの村が滅ぼされて、うん。私は絶対に生きてる時信じてたわ。だってあの時また一緒に冒険しようって約束したもんね。ゆっくりしていったよね。え、そんなにゆっくりもしてられない。結婚するために水のリングを探してる。隠して十数年ぶりに再会したエスさんとビアンカの二人は、その夜遅くまで語り合った。そして夜が明けた。そして夜が明けた。なあ、このことはビアンカには言ってないんだが、ビアンカは本当は私の実の娘じゃないんだ。だからこそ余計に不憫でね、幸せにしてやりたいんで。私はこんな体だから、この先どうなるかわからない。一緒に暮らしてくれたら安心なんだかな。水のリングを探すの私も手伝ってあげる。だって幸せになったしもいいでしょう。マジか、仲間になるのか。よし、水門なら私が開けれるか。大丈夫よ。さあ行きましょう。フロンは場所、ああ、そうか。しかし場所はいっぱいだった。ドラ吉はね、ラナルータ要員にいるんだよな。ブラウンかな。クックル。
ブラウンは脳筋だったな。クックル行きなさい。そうなるのか。まあこれでいいか。強さ、ああだいぶ弱いな装備が。魔法使いタイプか。武器屋しかなかったな。あれ、ここになんかある。ブロズヤ、なるほど。え、そんなことってある。あれ、入れ替えできない。あ、しゃあがねえな。マジか。なんていうことだ。ちょっとね、装備を覚えたいですね。あれ、こっちルーラーないのか。ちょっとラナルータ、ドラキチお願いします。昔船で川を登った時、大きな洞窟を見つけたよ。怖くて中には入らなかったけど、いかにも宝が眠ってそう。あ、そこだな、水のリングは。多分。水門を開けて川を登ると大きな湖に出る。確かここに酒場があったよね。寝てんじゃねえか。
あれ、ここ行けるのか。昼じゃないとやってねえな。あ、そうか、別にビアンカ表に立たせなくてもいいか。まさにいるときはね。どこだ？広いのは偉い。ここに洞窟があるのか。あ、うん？ここ？なんか。え？何した？湖に出て、ここよりさらに北に行くの？そういうことか。じゃあこっちからさらに北か。Thank you.
枝っぱには嫌だ。しびれた。ひょっとしてドラクエ5も全員麻痺で全滅とかかな。麻痺してる。麻痺は治んないのか。満月草、まあいいや。あ、キアリクモチが麻痺してんじゃん。ダメじゃん。満月草あったかな。あ、一個あるわ。マジか。今度ピエール負けしたら撤退だな。広いな。ここはバチャ入ってこれないから入れ替えはできない。なんだあれ、ガス団子ってやべえ、やばそうだな。先にやっとくか。これはね、天空の剣ってなんだっけ、使えんのか。ああ、なるほど。そういう力、そういうあれか、凍てつく波動。Thank you.
結構一本道的なあれだな。かなりの一本道的だ。この洞窟に指、すごい指が隠されてるらしいぜ。これ迷路になってんだ、これが。あれ？いけない。めんどくせえな。
穴があるな。階段もある。まあまあ。あれ大した強くない。セーフさん、ありがとうございます。あの穴はなんだ。 あっちから落ちるのか。なるほどね。あそこ落ちた方がいいのかな。こんな気もするね。あれ行き止まりだな。落ちえない。あ、行けるわ。なんだこれ、繋がってる。メタルスライム。素早いね。絶対出るだろこれ、間違いねえな。回復しとこうかな。じっとりじっとり。あ
暑いですね。蒸し暑い。よし、行くぜ。あれ？モンスター出なかった？なんか出るかと思ったんだけど。レトロゲームが好きな一人が来場しました。ちゃいます。水のリン。道具として使う特別な効果。何回使ってもなくならない。やってみようか、じゃあ。なんだろうね。水のリングっていうくらいだから、なんか、回復みたいな。違うかな。敵に使う？なんだ？おぉ、風か。空気みたいな。まだ行ってないとこあるよね。オーク、懐かしい。ドラクエ2とか似たよね、これ。エルフの飲み薬。これってマジックポイント回復だよね、確かね。マジか。危ない。マジか。毒だらけ。こいつか。毒確率高えな、俺。すぐ毒吐くな。見た目からしてすぐ吐きそうな絵してる。
ワン。ぬかにってのが嫌だね。ガボーンって防御力落ちちゃう。おい、すぐ出るな。あそこの落とし穴落ちてみたい。はい、あ、皆さんどうもこんばんはです。水のリングをゲットして戻ってるところですね。ここ落ちてみたい。ここも、あ、ここ落ちないでこういったの。スラゲのローブ、これじゃないこれ。あ、でも魔法使い系か、これは。コンパス。ルカニとかルカナンは確か戦闘中装備を装備し直すと解除される裏技あったような。あ、そうなんだ。特別な効果、今のパーティーの中にはこれを装備できない一人もいない。一応取っとくべきやな。ここをさらに落ちる。ああ、ここに出るんだね。うん、じゃあもう全部いったかな。入り溝だ。うん、で戻るから一旦ルーラするか。結婚ですか。一回止まってからやな。よし、じゃあなんとかの館に行こう。二つ、炎のリングはもう渡してあるので。あ、ビアンカがな、メンバーになってるよ。ビアンカはまだちょっと弱いから2軍ですね。レトロゲームが好きな一人が来場しました。バンバンレトロゲームと聞いて。はい、レトロゲームですね。ドラクエ5やってます。ルークさんいらっしゃいませ。終わるんですけどね。あそこだったな。マイモ今ドラクエやってるで。ビルダーズ。なるほど、ビルダーズ。新しいやつじゃないですか。自分がやるのはもうこういう古いやつばっかりなんで、最近のあんまやんないですね。ドラクエビルダーってなんかね、スクリーンショットとかネッ
ットで見たことありますけど、すごい何でも作れるって感じ、すごいですね、あれね。自由度が高そうだなって感じ。よし、じゃあ行こうか。あれ、あいつの館どこだったっけ。あ、さっきの町か、間違えた。サラボラだったな。なんでこっち来ちゃったんだろう。よし、決断の時が。あれ、さて、まあ水のリング、でどうぞ水のリング持ってきてください。あれ、水のリング今持ってねえのか。イエローが持ってんだ。よし、おい、おやじ、持ってきたぜ、ここにいた。おお、なんと水のリングを手に入れたと申すか。よくやった。フローラの夫にふさわしい男じゃ。約束通りフローラとの結婚を認めよう。実はもう結婚式の準備を始めとったのは、ははは。そうそう、水のリングを預かっておかなくては。2つのリングは結婚式で神父様から手渡されるから。お前も相手なら文句はないだろう。ええ、お父様。ちょっと微妙な。え、私はビアンカ。ただの幼馴染です。さてと、用も済んだことだし、私はこの辺で。お待ちください。もしやビアンカさんはケザさんを好きなのでは。それに、ビアンカさんのこと、そのことに気づかず私と結婚して、崩壊することになっては、まあ、お付き合いなさい。では、こうしたらどうだ。今夜一晩、よく考えてもらって、フローラがビアンカさんが選んでもらうのだ。うむ、それがいい。はい。はい、ギフトありがとうございます。夜中にふと目が覚めた。いや、話は聞きましたよ。大変なことになりましたな。フローラ姉ちゃんって優しいね。眠れないのかい。悩むの無理ねえな。散歩でもして頭を冷やせば考えがまとまる。ああ、なんかリメイク版ですかね。そしたらなんか変わってるんですかね。わかんないけど。ルドマンルート、あんたの技で持ちきりだ。例えばフローラにずっと幼馴染で思っていたあの男、なんつったっけ、教会でお祈りして決めた思いですよ。なったかな。アンディ、あ、そう、アンディ、アンディは悲しむだろうけど、あんたも頑張ったんだから仕方ないよ。アンディ、アンディいた。おい、アンディ。あれ、寝言か。
昔なんかメガドライブのファンタシースター3やったことがあって、それでなんか結婚相手をどっちか選ぶみたいなイベントがありましたね。告げを聞くってなんだろう。神の声を聞こえます。ああ経験値のね、ドローンをドラ吉別荘だ言ってたの。あ、ビアンカだ。しかし本当に2つのリンゴを手に入れた大したやつだ。私は君が気に入った。たとえ娘をやらなくても結婚式は私に任せなさい。君の友人への招待状も書かせておいたからだ。ラインハットのケンリーさんとまりだったね。私も寝ると。あ、ケンリー夫妻招待状。じゃあ寝るか俺も。私だったらフローラさんに決めますな。数十年ゲームやってない人とでも盛り上がれる当時、嫁どっちにした問題でしょうね。当時リアルタイムでやってた人は、やってる人同士でっていうのあったでしょうね俺はあれだって。そして次の日の朝、ルドマンの家に呼び出された。未だに悩む自信ある。マジっすか。その後の展開がよく分かってないから、別にどっちでもいいって感じだ。結構変わるんですかね、展開がね。変わるでしょうね。さて、どっちとら結婚を考えた。はい。うわー、これ嫌だな、これね、選ぶのね。もう一人いるんだっけ。あ、そうなんだ。へえ。じゃあしょうがない、こっちにしよう。普通こっちが王道なんかな。みんなこっち選びそうな気がする。だって物語の冒頭に出てきてましたからね。あ、愛着ありますよ。私もお手伝いします。実は山奥の温泉村の洞穴に腕のいい道具屋が住んでいる時。山奥の温泉村の洞穴、あーあれか。シルクのベールを注文しておいたのだ。身には花火のためにそのベール取ってきてもらいたい。君が驚くには式の準備もあるだろう。え、ビアンカさんを選んだのに式の準備をしてもらっていいのかって言っただろ。私は君が気に入ったので。フローラのことなら気にせんでいい。またいい相手が見つかるさ。
教会に入れない。山奥のあそこまで行かなきゃいけないのめんどくさい。だいぶ眠たいんだけど。作戦花火会一人しかいねえ。山奥の温泉村ってあそこだよね。ここ花火会できるか。あ、できるわ。ちょっとあれだな。今日はこの辺でちょっといいとこなんですけど、時間がないので、結婚式は次回っていうことで終われるのか。教会は城内か。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと荷物もねちょっと整理したいので、セーブして、はい、じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ごつした。はい、どうもありがとうございました。